久保ゆりかアルマキア情報局。皆さんこんにちは、徳井空です。こんにちは、久保ゆりかです。徳井空、久保ゆりかアルマギア情報局。この番組は歌姫音楽プロジェクトアルマギアプロジェクトの魅力や楽曲を私たち2人がお伝えしていく番組です。ということで今日は8月8日、88回目。すごいね。すごいね。めっちゃ並ぶじゃん、数字。めでたいね、末広がりでね。末広がりとじゃ。めでとう、めでとうよ。めでとうござーんよ。ござーんよ。めでてござーすなーってなるとちょっともう雑魚死なんだよ。なんなっちゃうからなねえ、めでたいですけど、なんかさ、前回はさ、うん、レアムさんが来てくれたからちょっと話せなかったんだけど、うん、前々回の放送、うん、自分で見て、うん、久しぶりに腹抱えて笑った、うん、耳ナナの下りマジでアホすぎて自分たちで話したけどやばいなこの人たちって思った。いや、でもやっぱ笑っちゃうよ、うん、笑っちゃう。アルマギアって面白い、うん、いや、アルマギアって面白いなっていつも思う。そうかな、うん、やっぱ面白いなと思った、うんうん、なんかそのもうサムネイルみたいなのさ、まあ、いつもね私たちこの番組と喧嘩してますよ、うん、なんかもっとちゃんとしたサムネイルを使えみたいなの言ってるけど、うん、そのサムネも2人ともみたいな、なんかすごい楽しそうだよね、とんでもなく楽しそうなやつだったからさ、うん、なんか定期的にこれ見ちゃうなと思った。あ、確かにいいよね。良かったです。ミミとナナ、ミミとナナです。はい、ミミだもんね、うんうん、ナナだもんね、うんうん、どっちがいいって話してたもんね。そうミミとナナか、うん、ナナとミミどっちがいい、うん、って話してましたけど、その議題は永遠に続けていきたい、うん、早めに決着つけていいようなね。ああそうですよね、うん、粘った方がいいかなと思って。ああそうかそうか、うん、まあまあまあ続けられるところで続けたいと思いますけれども、ね、今日はあんまここで喋んないでって言われてるんだよね。あ、そうなんだ、うん、皆さんアルマギアのね漫画、うん、いよいよ皆さんも読んだ方もたくさんいらっしゃると思います。この時点ではそうだね、うんうん、みんな読んでると思う、うん、読んでる。そうだよね、この放送時点では、そうそうそう、時点ではあれしてるから、もしかしたら感想とかも来てるかもしれないし、そうなの、ね、コメント欄があるところで読むと、うん、コメントもいっぱい来てるかもしれないし、ね、ハッシュタグも使われてるかもしれない。嬉しいね。なので、このラジオってさ、そもそもこのラジオのハッシュタグはアルマギア情報局でやってんのかな。どっちも かアルマギアもやっててアルマギア情報局もやってんのかな、うんうんうん、アルマギアオンリーだ。なるほどね。そうか、うん、もうさ、まああれじゃん、もう今回でいろんなことが爆発してさ、崩壊するじゃないですか、うん、今回から崩壊するじゃないですか、うん、いろんなことが。なので、うん、あれだね、次回からもうハッシュタグ変えちゃう。だからもう分かりやすく、ミミ&ナナみたいな。いやいや、情報局でええやんそれは。3377のミミナナってのどう？どう聞いて、外の人たちに聞いて、誰も目合わせてくれてないよね。あんなにみんなブラインド下がってるから、見ても何もないのにみんなどうか見たって、ね、そうだね、街を見ることはできないね。何も見えないですよ。確かにそうだよね。あとさ、思ったのがそのさ、裏表紙、うん、月刊アクションさんの裏表紙にさ、アルマギアのさ、うん、ラジオもやってますよってことがやっぱ書いてあったじゃない、うん、だからもしかしたらその漫画を見て、うん、この番組にたどり着く人もいるかもしれないじゃない、うん、確かに。そう思うと、うん、今日は初めましての人もいるんじゃないかなって耳を思うの。すごいあ、じゃあもうそういう人たちに対して耳で行くってことでいいのね。あー、よくない。じゃないと、皆さんこんにちは、ミミです、うん、しかももう今の言い方はもうミミっていうか、その芦田愛菜ちゃんの感じだったよね、うん、そのマナ思うのって愛菜ちゃんでもないか、愛菜ちゃんでもないけどね、うん、そうなんだよね、うん、ちょっとね、だから初めましての方もはいはいはい、ついてこれるといいなっていうのもあるし、ついてこれない内容になってますけどね本日。そうだね、まあでもアーカイブの方ではもうずっとあるから、はい、もうどれ選んでも多分わけわかんないと思いますけど。あと、その別に今後のアルマギアに何にも響いてこないから、うん、見ても見なくても大丈夫ですよ。そうですね、別にないですね、うん、はい、そうです。
本当に曲はいっぱいかかってるもんね。あ、そうだね、うん、まあ曲も買って普通にじゃあ、うん、いい曲いっぱいありますからね、はいはいはい、ぜひぜひ、はい、ということで今日も楽しくお届けしていきましょう。アルマギア情報局スタート。この番組はアクアアリスの提供でお送りします。得意空久保ゆりかアルマギア情報局。改めまして、得意空です。久保ゆりかです。はい、今夜は立て続けにたくさんコーナーをやってもうすべて無に返そうと思います、はい、ではまずはこちら、ディーバ対戦。覚えてますか？覚えてないです、このコーナーではマーギア各リスナーの悩みに対しディーバーである私たちが即興ソングで解決します。思い出しましたか？思い出しません。何ですかこのコーナー？これ何ですかね、私もちょっと分かりませんよ。メッセージさえ読めばいいの？なんか あるんですか、メッセージが。読んだら思い出せるかも。そうだね。マギアネーム琥珀さんからいただきました。ありがとうございます。徳井さん、小葉さん、こんにちは。こんにちは。上司の声が小さい上に低いので、うん、何を言っているのか聞き取れません。あ、なるほどね。タバコを無線代わりにしている時の柳沢慎吾さんみたいな感じです。あ、こういうやつだ。うん、あれ低いか？なんだろうね、うん、あれは。まあ、あれは柳沢慎吾さんの声がそもそもちょっと高いっていうところからスタートしてるからね。なんか例えたくて、うん、例えたけど例えになってないやつだねこれ。そうだね、うん、ちょっとやっぱなんだろう、なんかフィルターがかかってる的なことなのかな。指摘するのは怖いのですが困っています、うん、どうすればよいと思いますか、うん、難しいね、うん、上司だとあんまえとか言えないもんね。いいよ別に。お、うん、言うか。なんか高い音で言えば逆に。あ、確かに、うん、高い音で言って、うんうん、もうちょっとはっきりそれで高く言ってほしいっていう気持ちを。あ、そう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 、あ、それはあるかもね。えな、これで解決だ。解決した歌があるのか。なるほどね、うん、音があるのかな、うん、じゃあい、あ、なんかこんなあったかもね。うん、はい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 、きたきた、うん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 、歌じゃない、はい、うんはいはい、うん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 、はい、例えが悪すぎて全然入ってこないよ。例えが悪すぎて全然入ってこないよ。そういう時は、そういう時は、そういう時は、そう、そういう時は自分で解決しよう。自分で解決が一番だ。シャン、イエーイ、終わった。ドドン、終わりましたね。これでいいんですかね。ねえ、うん、うん、でも今年メールくれてるよ、こはくさん、ありがとう。ありがとうね、はい、今年というか1月4日届いてますけど ね、 ね、うん、ありがとうございます。三が日開けてすぐこれ送ってくれたなんて。無事に読まれました、ね、ありがとうございます。ディーバ対戦、さようなら。さようなら、さようなら。はい、続いてはデュエットチャレンジ。元気出てきたね。あ、なんか初めて聞く音だな。このコーナーでは一人じゃできないかっこつまらないけど二人でやったらできる楽しいものにチャレンジしていきます。ではリスナーさんから届いた二人でやったら楽しいものを紹介します。マギアネームニラマンジュさんからいただきました、はい、いや、挑戦してもらいたいのはアキネーターごっこです、うん、地味に暇つぶしにアプリのアキネーターをやっているんですが、うん、これを人とやったら面白いかもと思っていました、うん、ぜひ一人か何人かを思い浮かべてもう一人が5回ぐらい質問をして正解を導いてみてください。はあ、やったことある？うん、あの普通の、ま、あ、アプリというか、まあまあ、ね、ネットというか、ネットのやつね、うん、あるあるある。なんか流行ってるよね、うん、その今そのよくまた流行ってんの？なんか YouTuber の人が対決してみたけどガチガチなんだがみたいな、そのなんてわかる、その勝ちましたけどみたいな、なんか俺に勝てんのみたいなサムネ多いよね、そのなんか結構強めなやつが多いかも、うんうん、流行ってちょっとやってみますかね。はーい、じゃあどっちが思い浮かべる側する？じゃあ、うん、まず私思い浮かべようかな。あ、分かった、じゃあ私がアキネーター、うん、はい、気になる。分かった。あ、アキネーターだー。あれアキネーターだな。それは人間ですか？
はい。それは女ですか？はい。それはグループに属していますか？おおよそはい。あるね。あきれた止まっちゃった。それはそれは、うん、ツインテールですか？いいえ、もう最後の一問じゃない？それは可愛いですか？はい。正解は全然絞れてない。そもそも人を思い浮かべてなのに人間ですかってところから始まっちゃったからな。いくつ損してる気がするんだよな。得意空。ブー。あー、違かった。正解は三森すず子さんでした。おおよそ当たってる。あー、惜しいね。おおよそ当たってる。惜しいね。ツインテールじゃないよあの人。そうだよ。嘘ついた。言えてないよ。あ、そうかそうか。ひどいぞ。おおよそって何？おおよそは？おおよそ、うん、グループ？ああ、うん、確かにグループ何個か組んでいろいろやってるから。うん。三森すず子さんか。チュンジネーター。うん、あ、すごい。チュンジネーター。ガナガナ。オッケー、何でもいいんだもんね、思い浮かべるやつはね。うん、オッケー、はい、思い浮かべました。その人は。男ですか？いいえ。え？じゃあ女の人か、うん、その人は声優さんですか？いいえ。違うか。その人は今生きてる人ですか？はい。はあ。じゃあ歴史上の人とかじゃないってこと？だよね。あきれとそんな聞いてくるときあったけど、だよね。ねえ、伺って、一人ごとだ。だってそもそも人じゃなくてもいいんだよ。だって、人じゃなくてもいいの？何顔って書いてるの。あー、ほんとだ。なるほどね。人とやったら面白いかも。ぜひ一人が何か浮かべて、うん、もう一人が、だから人がいっぱい出てきてるから人なのかなと思ってた、うん。食べ物ですか？いいえ。あと一個、うん。それは、しかちゃんはそれ好きかな。好き。まだ聞いてないよ。好きかな。怖い怖い。アキネーターがズルしてきた。聞いてないよって、こっちが答えるって分かってて、今のは脳幹のやつだ。実質もう6問目、そうだな、6問目になっちゃう。でも、食べ物じゃないって言っ、食べ物じゃないんだもんね、うん。でもシカちゃんが好きなものでしょ。それは動くものかな。どうかな。動くかな。動くのかな。動く。ああ、それはもうダメですって言う。犬ですか？犬。天さん。いやいや、ちょっと待って待って、5以上聞かれてんねんこっち。おーい、おーい、あー、正解しちゃった。あー、優秀なアキネーターだったな。実家の犬ね、私の。ねえ、あ、そうそうそう。天さん、誰がわかんない今。うちのね、実家の犬です。実家のワンちゃんね、うん、あ、よかった。ずっとでもヒントは出してたんだよ。あー、でもいつもそれだからな。そう、それ言ってくんのやめて。いつも私こんなんじゃないですよ。はははは、してないですよ。でも楽しかった、楽しかった。盛り上がった、 ありがとうございました。ということで、デュエットチャレンジ、さようなら。バイバイ。では続いては最強デュエット決定戦。少女と少女が織りなす物語であるアルマギアにちなんで、リスナーから届いた最強の組み合わせを私たちの独断でランキングにしていきます。では、うん、メッセージを紹介します。
なんかおじいちゃんと毛布とか、ね、そういうやつだね。先に見とこうってやつだ、先にね。はい、まあ、見たとて、まあそのランキング圏外の方が多いですね、うん、そうですね、はい、だから今回1位が出なければもうこの暫定1位が優勝になります、うんね、そうだね、はい、1位今のところ1位は冷房と毛布、はい、もう何回も季節が回ってまたこれが1位だなって強く思う季節になっちゃったね。そうなのよ、うん、ちょうど実感しやすいですからね。実感しやすい今すごいいいとこにいますよ。早速じゃあ行ってもらいましょうか。はい、ということでマーギアネーム直立不動産からいただきました。ありがとうございます。僕が思う最強の組み合わせはパン屋さんと暖色系のオレンジの明かりです。パン屋さんの棚に並ぶパンたちにオレンジ色の明かりが当たっているだけでもう美味しいですからね。オレンジ色の明かり見るだけでパン屋さん行きたくなります。最強です。オレンジ色の明かり見るだけで行きたくなるの？もうパン屋限定？うん、うん、どう？だってもう家オレンジでしょ。オレンジほら、うん、だから家にいるだけでパン屋に行きたくなっちゃったらもうパンだじゃん。パンじゃん。それってパンじゃん。パンだね。それじゃあしたら冷房と毛布がいいかな。そうだね。うん、ない？そうね、うん、今、まあ、240位がショートヘアとスカートだから、うん、じゃあ県外。県外で。はい。ということで、もう一個もう一回県外が出ちゃったからじゃない？あ、そっかそっか。じゃあ一応いきますね。うん、じゃあ、ラジオネーム両膝靭帯かんちさんからいただきました。ありがとうございます。僕が最強だと思うのは酔って帰ってきたと親父です。うん、この酔って帰ってきた親父を好きな人は誰もいないじゃないですか。うん、つまりこのデュエットが最強ということになります。まあ今日があれじゃない？その基地とか今日とかの今日。最もバッドだ。ってことかな。あ、酔って帰ってきたと親父ね。うん、まあ、でもこのこれ今日求めてないもんね、このコーナーね。そうだよね、うん、だって赤ちゃんと柴犬とか入ってるからさ、うん、ちょっとね。じゃあ県外で。県外で、はい、じゃあ優勝が決定しました、はい、優勝は冷房と毛布です。パッパパー、おめでとうございます。はい、ということで、はい、以上最強デュエット決定戦でした。バイバーイ。バイバーイ。次が最後。アルマギア、ナイマギア。グググググググ。はい、このコーナーではリスナーさんから届いたこれってアルマギア、ナイマギアを私たち2人の意見をすり合わせてありかなしかを決定します。うん、これがなんか一番やってる気するよね。そうですね。はい、じゃあメッセージ。はい。いいかい。お名前四丁目さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。電車でイチャついているカップルをじっと観察するのは、うん、アルマギア、ナイマギア。あー、なるほどね。どうですか？でも東京ではよく見るからそんなにもう気にならなくなってきちゃった。まあ確かにね。うん、ね、田舎だとでも確かに。うん、うん、田舎やっぱ広いからあんま見ないよね。そうだね。うん、そうだね。うん、確かに。うん、ないかな。そうね。うん、まあ見てもいい？いいっちゃいいかな。でもなんで見るの？そう、イチャつき度合いによるよね。だって、そうだね。だって別にね、お話さ、こそこそってしてたりさ、ただ手つないでるだけだったら、うん、まあ別に何もないじゃん。うん、ね、それをさって見てたらさ、うん、その見てる人がちょっと どうしたじゃない。確かに、うん、観察してる人をまた観察する人が現れちゃうよね。え、あの人めっちゃカップルのこと見てる、めっちゃ見てる。そしたらまたそれを観察する人もいて、あの人めっちゃ観察する人見てるって、見てる。あー、怖い怖い。もう電車中がもう連鎖になっちゃうよ。やめよう。じゃあない、ない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 マギア。てってれー。あと最後、これ最後です。うわー、いくよ、うん、最後、マギアネーム、うん、へその匂いさんです。ありがとうございます。立ち入り禁止という看板が立っている場所に少しだけしゃがみながら入って、うん、立ってないからセーフだよとか言っていた小学生の頃の私、うん、これってアルマギア、ナイマギア。あー、なるほどね。まあ小学生ならいいんじゃない。そうだね、うん、これ年齢言っちゃダメかな。
でももう2年も前だから いいよね。じゃあ言うね。メールくれた時、うん、42歳の方です。当時は、はい、そうですね。そのもう読みたいことしかないんだけど、そだ、ね、その読まないでおく、その、うん、個人情報だから、うんうん、ただその40歳の、うん、42歳の方ということで、うんうん、まあ小学生の頃、そうですね、だからね、はい、アルマギアですか。もういいんじゃないですかね。はい、じゃあ小学生の頃ならアルマギア、アルマギアです。アルマギア、アルマギア。お、すごいすごい、そういうゲームそう、 CG でこうポーンってアルマギアくんが出てくるから、いいですか、うん、いいですか、こういうのでもいいけどね。あ、投げるやつ、アルマギア、あ、それもいいですね、うん、ということでここまで、さようなら、アルマギア、ナイマギア、バイバイ。終わりました。はあ、終わりました、うん、あ、じゃあ、うん、ちょっと普通オタに行きましょうか。なるほど、うん、普通オタも終わってしまうのか。え、違う、普通オタバイバイしない、流れね。今の流れ、普通オタは普通の普通オタか、うん、ね、ということで今のでもコーナーが全部、はい、さよならしました、しました、さよならでした、はい、皆さんたくさん本当メールありがとうございました。読み切れていなくて本当にすいませんでした。じゃあ普通オタいきますね、はい、お名前浜猫さんからです。ありがとうございます。徳井さん、久保さん、こんにちは。こんにちは。アルマギアの漫画連載決定おめでとうございます。ありがとうございます。そして漫画になるまでにそんなに期間がかかっているとは驚きました。どこの世界も表に出るまでにたくさんの人たちが動いてくれているんですね。そんな漫画の内容も気になりますが、今後また楽曲も増えていくのかなと、そちらも楽しみでいます、うん、いつかアニメ化も待っています。そしてアルマギア情報局が長寿番組になることを願ってます。だってこの番組、ところで毎回思うけどさ、うん、どれぐらいやってんだっけ。あ、3年なんだ。3年か、まだ3年かっていう気持ち、なんかね、うんうん、もっとなんか6年ぐらいはやってるような感じはあるね。あるよね、うん、そろそろその上の人が、うん、あの番組終わらせたいんだけど、なんかな、6年やってるからなかなか潰せないんだよねって思ってそうなぐらいの会話してるよね、 うちら、うん、こなれ感はやっぱ3年か、そう、なんか6年ぐらいやってるから2年前のメールも、うん、まあ最近の部類に入るのかなと思ったけど、確かに確かに、結構結構前だね。でも多分聞くのやめてる可能性もあるもんね、下手したらさ。ねえ、そうだね、うん、確かに、気づかせてあげた、読まれたよって、うん、だから読まれたよ、タイムカプセルだよ、うん、そうだよ。でも何事もさ、やっぱその、うん、時間が経てば、うん、なんかこう消化できることだったりね、うん、あるよっていうのを気づかせてくれたよね今回。そうだね、うん、だから良かったよ、言ってて、うん、やっぱ時間が忘れさせてくれるとかさ、うん、そういうのもあるし、あるあるある、うんうん、だから意味があって読めないメールがあったんですよ。、うんうん、ただ読まなかっただけじゃなくて、ちゃんと、うんうん、そうなの、気持ちはあったっていうか、うん、あったっていうか、そのうん、ないっていう、うん、理由は別に後から来てもいいんだよ、うんうん、でもやっぱそういうなんか表面上のことにこだわりたいっていう感じではないっていうか、セブンルールみたいなって答えてる時みたいな。やっぱ読むだけがお便りじゃないって思ってるというか、ベランダで喋ってる時のテンションです、やめて。ですね、かなみたいなところはあるかな、うんうんうん、まあ、日々感謝感謝です ね、 ね、うん、ちょっとねこの番組の長寿番組リスナーになるように、はい、ぜひ引き続き応援よろしくお願いしますね。願いします、ありがとうございます。さあということでここで1曲お届けしましょう。普通歌はですね、もちろんまだまだお待ちしておりますので待ってます、送ってくださいね。では1曲、ディーバ、ティア&ケラでフォレストリンカネーション。フェイネス閉じ込め
ここでアルマギアプロジェクトからのお知らせです。アルマギアプロジェクト6枚目のシングルが絶賛発売中です。 DVD にはアルマギアオリジナルミニアニメーション映像を収録、今作の4人の新キャラクターが出演しています。はい、そして久保さんがディーバとして参加したパレードプロトコルディーバフェスタ、小倉優衣さんがディーバとして参加したルッキングオーダーディーバクルシュー、そして徳井がディーバとして参加しているスカイメーカーディーバミューキャット、そして久保さんと私が参加しているミュージカルコネクトも現在好評発売中です。そしてピッコマライン漫画ガンマ月刊アクションにて漫画版アルマギアが連載中。イエーイ。月刊アクションは毎月25日に発売です、うん、はい、詳しい情報は随時ツイッターや公式サイトをチェック。以上アルマギアプロジェクトからのお知らせでした。徳井空久保ゆりかアルマギア情報局。さあ、徳井空久保ゆりかアルマギア情報局エンディングのお時間です。番組では皆さんからのメッセージ募集しております。今募集しているのは普通頼み、はい、普通のメールお待ちしております。何でもいいですよ内容は、メッセージの宛先は、はい、おはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送徳井空久保ゆりかアルマギア情報局まで。メールの場合はすべて小文字でマギアットマーク goqr.net です。マギアの綴りは MAGIA となっております。はい、ということで全部コーナーにお別れをして、うん、そうだね、さようならすべてのアルマギアコーナー。ありがとさん、ありがとさん。本当に皆さんたくさんのメールありがとうございました。また新しいコーナーが生まれる際には随時お知らせしていきますので、はい、お楽しみに、 楽しみに。ということでこの番組は隔週更新なので8月15日のこの時間は同じ内容が放送されます。次回第89回は8月22日に更新、お楽しみに。ということでここまでのお相手は徳井空と久保ゆりかでした。バイバイ。この番組はアクアアリスの提供でお送りしました。